今日誰かのヒーローにジャスティスさんです。本日YouTuberが選んだご飯大食い。はい、ということで、今日は大食いでございます。またそしてですね、まあ、今回は YouTuber さん、僕らの同業者ですね、はい、先輩後輩いますよ、たくさん、うん、今まで2年半活動してきてたくさんの試合できました、はい、お世話になってる方もたくさんいます。そうね、今回はインスタの方でですね、僕たちジャスティスで食べてほしいご飯を1人1品クリエイターさんに選んでもらいまして、うん、それを、食べていきたいと。大食いでした。で、まあ、いろいろ話し合った結果ですね、今回吉川比喩がちょっとゲームマスター&料理人ということで、はい、ライオ、ボーキー、ナオ、ショウタ4人で、うん、今から食べていきたいと思います。で、よしくん、クリエイターさん何人集まってますかね。はい、今回選んだクリエイターさんは、ごめんなさい、さん今回選んでくれたクリエイターおい、こんなことにかもない、クリエイター様そうですよ今回選んでいただけたクリエイターさんは、22名です。うわまあ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 、だいぶご協力してくれたら、ありがたいですね。で、今度料理人の方はどちらがやってくれるんですか。それはもちろん、ヒユくんですよね。ヒユ料理人の、違う、だってほぼチンやん。チン係、いいやん。チン係で、まあ、というわけで早速、YouTuber さんから選んでもらったご飯大食いやってみたいと思います。果たして、いや、食い切る、果たして食い切るじゃなくて、絶対食い切りましょう。はい、はい、頼んだよ、はい、早速やっていきたいと思います。いきますよ、それでは、レッツゴー。ということで、早速買ってきてもらいました。ありがとうございます。じゃあ、紹介してもらえますかね。はい、うん、で、ちなみに、直翔太は結構食えるんでしょ。引っ張ってもらうからね、頼むよ。マジ頼むよ。でも、いけるでしょ。うん、この並びになってるってことは、7-3ぐらい置いてる。そうしましょう。じゃあ、よしく発表お願いします。はい、はい、ということで、じゃあまずはこちら、納豆になります。おー、あー、まあ、クールきついな。これどう、なんかこの選んでくれたやつなんか言った方がいいんじゃない。豪気なんかどうだろう、納豆は。納豆は俺ちょっときついわ。選んだ必要によってきついっすわ、納豆は。きついんだね、可能性あるからね。俺納豆嫌いなのよ。はい、こちら選んでいただいた方はフィッシャーズ宇田さんです。めっちゃ納豆大好きだー。ありがとうございます。おい、納豆大好き、全部僕の。お前食うね。何やめよ、なおさん。なおさん、なおさん、それからなおなん、まあ、なおさん、ありがとうございます。まあ、行きましょう、どんどん行きましょう、紹介いきます。じゃあ続いてこちらカレーになります。おー、間違えてるよ、これがなおさんでしょ。でもいいよ、カレーうまそう。こちら選んでいただいた方はエスパールドライブのケンスケ君。あー、ケンスケ君、ありがとう。嬉しい、これは。でもセンスはいいけど、うん、結構量は本当に企画だと多いかも。まあまあまあ、どんどん行きますか。はいはいはい、はい、続いてこちらセブンイレブンの酒とばになります。なんだ、めっちゃいい人。酒飲む人やよ、これ。酒とばってめっちゃいい人や。こちら選んでいただいた方はエスパールトライブの、もっちゃんです。うわー、もっちゃん、もっちゃんが。いや、でもさ、おかしくない。ケイスケくんってさ、細いのにさ、カレーライスでさ、逆にうだおさんともっちゃん、ちょっとまあ大きい目の方々がこれってことは、うん、でも分かってんの、大食いクレーカー。優しめ、優しめなんで、ちょっといじめに来てる。なるほどね、ケイスケくんは。続いてこちらになります、ペペロンチーノ。ペペロンチーノ、よいしょ、大盛りやん。今の多分系統的にこれ多分細いっすよね。今だってケンスケ君大きいの立ってきて、太い方は逆にちょっとあれですから。太い方は失礼だよ。いや、もうマジで申し訳ないって思うっていうか、何、失礼ですけど、あのお二方も自分って細いとは思ってない。思ってないよ。プライド持ってくれてる、多分。大丈夫、大丈夫です。はい、こちら選んでいただいた方はフィッシャーズのマサイさんです。うわー、すげえ、ほんとだ、読めたよ、お前完全に。ってことはだよ、もう当てれるんじゃん、次から。人まで、人まで。なんで言いましょう。はい、行きます。続いてこちら、おい、二郎系ラーメン、超痩せてる人だよ。二郎系ラーメン、超細い人だよ。じゃあ、なお、超細い人だよ、今ね。はい、超細い人だと思います。こちら選んでいただいた方は水溜りボンド、トミさんです。細い、細い、トミさん、細いまでもいかないし、でも大食いだ。まあ大食いだ。うわ、やばい、やばい、これガチやばいかも。大食いだからこそ量多いってパターンもあるのね。はい、じゃあ続いて、はい、こちらになります、オムライスです。オムライスはもうオムニーだ、絶対オムニー。オムニーです。これ違ったらおもろいけど、こちら選んでいただいた方はオムニーです。
だろうな。まあでもちゃんとね。ハマりすぎる。いやでも待って、1個も言えるとしたらもう4つぐらい主食が来てるから結構やばいね、この時点。確かに。なんてことしようと、これいけるし、まだこれ1人で。1人で、うん、実際どう。ギリじゃん。ギリギリギリ。はい、続いて、こちら唐揚げくんになります。あー、かわいい。パッチルは、はい、ありがとう。美味しいし、最高最高、最高。こちら選んでいただいた方は、K 島育ちです。あー、すごい、いい後輩、いい後輩。やったらね、どうなるか分かってたから。あー、そう、コンビニないけど買えたのかな。ローソンしかない佐渡島でめっちゃ食べてました。なるほど、ローソンあるんだ。なるほどね、なるほどね。続いて、はい、こちら赤い粉になりますね。激辛の粉です。激辛の粉、これ単体ですか。こちらチャーハンに振りかけると美味しいらしいです。本当に美味しいです。俺これ知ってるけどめっちゃ辛いよ。めっちゃ辛いし、このチャーハンを 450g ってバカ多いし。誰、多分大食いよ、多分とんでもない、ファイターじゃない。こちら選んでいただいた方は足ザベ FC のノブくん、ダンカくん、カニャです。おい、ちっさ、ちっさ、ちっさも失礼だけど、なんなん。カニャ、カニャ激辛好きなんだ。じゃあ無理じゃん。まだあるんか。おい、まだあります。はい、続いてこちら辛ラーメンになります。これ誰。こちら選んでいただいた方は遠坂めぐさんです。おい、女性って辛いのか。おい、それか俺らをいじめたいだけ。ドイツか彼の。はい、続いて、頼んだものとはちょっと変わってしまったんですけど、うん、バナナオレになります。おー、いいよ、めっちゃいい。本当は抹茶オレが良かった。抹茶オレ、抹茶好きの人。かわいい女の子ですよ、それは。こちら、ぼっちの冒険の勇気になります。なるほど、まあ、そのままイメージ。勇気のストーリーで載せてます。確かにね。続いて、プチトマト50個になります。50個、50個はやばい、やばいって。誰。こちら、ハマチコチャンネルのこっちゃんです。こっちゃん、出るよ。じゃ続いて、こちら、じゃがりこになります。はい、優しい。こういうのだから女性じゃないんですよ、絶対。いただこう。こちら、ハマチコチャンネルのまつりちゃんです。あ、かわいい。ありがとう。まあ、あげちゃう、まつりちゃん、あげちゃう。あげる、あげる、うん、あげる。はい、じゃ続いて、こちら、セブンの砂肝になります。おお、これもさ、あげる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 、ハマチコのちーちゃんです。はい、こちら選んでいただいた方は、ももかチャンネルさんです。でもじゃん、ももかちゃん、こんなつなぎも好きな。え、高校生だよね。おっさんやん。何につなぎもが好きなのか。続いて、こちらうまい棒になります。これ、1本だけ。いや、量は、あるだけ一応買っといて。なんでね、あるだけ。なんでお前の感じやったんやろ。これはねえからって。え、個数書いてなかったんですか。個数はなかったです。こちら、お子様プレートのモンチです。あ、モンチですね。やっぱ1本ならめちゃめちゃいい。じゃあ、ヨシ君のせいで印象悪くなった。そうだ、そうだ、そうだ。一気に作れば。はい、続いて、こちら梨になります。結構嬉しい、俺的にはいいや。嬉しい、嬉しい。誰、これめっちゃ俺大好き。これこちら、ナタンと歌う。あ、ナタン、ありがとう、ありがとう。普通に嬉しい。梨めっちゃ好き。これ俺に任して。お前何やつ。梨会ったことないしよ、ナタンと歌。確か俺らだな。あ、そうだよ。じゃあやるよ。はい、じゃあ続いて、こちらちょっとまとめていっちゃおうかな。まとめたん。こちらね、タコライスが欲しかったらしいんですけど、代わりにガパオライスとパルムになります。おー、2つ来た。変な組み合わせだね。こちらは、ヘルニアさんですね。ヘルニアさん。あ、なるほどね。あ、そういうことね。はい、ということで、今回ね、投票していただいたんですけど、実際コンビニなかった。たので、売ってよ。はい、今回ね、大食いできないんですけど、一応ファミマの冷やしキュウリ。おっさんや、絶対。おっさんだ、おっさん。これほのちゃん。ああ、大丈夫か今の高校生。心配になるわ。いやいや、今回は食べなくていいってことね。今回は大丈夫。あ、じゃあ、あ、じゃあ、翔太、ほのちゃんと2人で食べてみてよ。キュウリデートね、キュウリデート。クロスで食べてみて。なんで俺。いや、じゃあ、はい、ラストはこちらになります。はい、はぁ、しゃべきにもなる。誰、字を2個に2選んだ人がいるってこと。実際はたくさん食べてくださいって表現でしたね。ああ、まあまあ、たくさんだよ、たくさんだよ。こちら選んでいただいた方はボンボン TV のシュンシュンです。はい、絶対ふざけたやん。絶対ふざけた。やってんね。あ、やめるか。初回だけの動画流そうか。気持ちよく食べてほしいよ。いやでもね、俺ね、さっきね、そのさ、オープニング撮り終わった後に直翔太が話してるの聞いてたんだけど、何でした。俺とここ4人決まったじゃん。余裕でしょみたいなことを言ってた。言ってたわ。余裕でしょ。あ、え、翔太もお前大食いとしてそれ正直どう。正直食えそうではあるよ。ガチ、うん、1人でだよ。なんでだよ。もう1セットあんの。俺4セット分ある。まあまあ食ってきますか。食べよう。まあ食い切ろう。うん、協力ない。4人に協力して、いきます。それではいただきます。
いや、どんどん、じゃあ、キュウ君お願いしてもいいですか。どんどん作って持ってきちゃっていいよ。ほら、あったかいから。パルム食べちゃいます。パルムじゃ行こう、パルムさんの。お前、いいよいいよ、残しとけよ。はい、いただきます、オムライス。オムエありがとう。いただきまーす。せっかくだから、オムニーが作ったね。オムニーも多分、自分が作ってるの食べさせたかったのね。いや、オムニーはオムニー、うまい、うまいんだ。食ってみてんだよ。うまい、うまい。ちなみに、マジこっちゃんのプチトマト50個どうするか問題は今のまずは1人1パックは確定になれば、あ、1人1パックとりあえず確定で、あとはそれ1個残る、うん、こっちゃんに疲れたい人はもらった方がいいね。なるほどね。俺はもちろん欲しいよ、それは。俺も欲しい。じゃあお得意じゃんけん、俺はみんな欲しい。みんなでいいよ。行くよ、せーの、お得意じゃんけん、じゃんけん、ぽい、しゃー、しゃー、いいなー、いいなー、俺らもっちゃんいいよ、いいよ。行こう、男気、ダンケン、ダンケン、これどうぞ。シコッ、いただけた。これで次、コラボした時に誰一人と俺じゃなかったら怒るよ。バクリちゃんじゃないんだから。バクリちゃん、コロコロ変わるからね。そうなんだよ、激しいんだよね。今誰なん、バクリちゃん。え、一番最新で言われたの誰だって、ヨシ君だっけ。リュウシンが多分ストーリーかなんかで言われてる。あ、そうなんだ。そう、どんどんバカ。え、ちなみに逆にまだ1になったことない人。そう。え、じゃあ直しおったが今度戦いってことね、うん、逆に言うたら。え、ペペロンチーノどなたでしたっけ。ペペロンチーノ、マカイさんで、うん、あ、マカイさん、お前同じアウトって尊敬してる。マカイさん、いただきます。ペペちゃん普通嬉しい、うん、じゃあお前アウトして、お前シュンシュンの、あ、バカだお前。待って、ガパオライス来ましたよ。はい、誰これ、誰、ガパオライス好きな人。それは置いてよ。あ、置いてる、うん、え、お前やるの。ガパオライス、これトマト10個入りじゃないよ。え、マジ、俺結構もう5、6個食ったらこれ入ってる。あ、え、待って、え、俺50個以上ある。あ、竹とマツは竹とマツは、うま、うめぇ、こんなうめぇ、いや、こんなうめぇ、うん、これもっちゃんの竹とマツ、あー、うまい、うん、うまいよ、あっちでうまい。あ、これ確かに飲みたくなるね。お、そうだ、完食、うん、完食でシュンシュン1個目でしょ、まだ1個目で、翔太、シュンシュン2個目いかないの。まだ流れで、まだ来ねえ。もうまだいける？全然いける。え、唐揚げ俺に任す。で、バナナ俺に任す。おい、お前やめたら、やめたいやつ取ってだけやんけ、お前食べたやつ。すごい。あ、いや、ケイはだって俺同じだったり、ここは俺ショートクリエイターとして一緒にさ、ユウキとケイは。俺飲んだ。あれ、たまたまだ。ジローラグだ。二人が。絶対取ってねえよ。絶対だ。だったらカレーにかけたいぐらい。だってまだチャーハンあるでしょ。チャーハン、辛ラーメンも今温めてやばない。はい、辛ラーメン君とヒエ君、どうなんだろうね、もう硬さとか分かんないからこんぐらいで出しちゃっていいかな。よろしくお願いします。おい、料理人悪役見てんだろ、おめえや。まだしてないな。してないよ、美味しく作るよ、コツを。まだ言うてるよ。これからはすでバレてるよ、もう。辛ラーメンバカ多いよ、量。マジ、うん、あいつまさか3つ一緒にやった。ああ、絶対カツコツのところある。じゃあ、あれやな、遠坂さんも多分ね、これが本物だと思う。ちょっとカツコツが好きって聞いたもん、俺。エペロンチーノ、トマト入ってるか、絶対に。まつりちゃんでいきます。ねえ、アイス。はい、エイモチ、辛ラーメンだ、フライタンだ。はい、エイモチ、あ、やばい、うん、あの、味見したけどめっちゃ辛い。お前、スープは、あ、スープある、混ぜそばなんこれ。ほぼ混ぜそばやん、これめっちゃ量ある。これ辛いの本当に無理って言ってるからね。何て言ってるもん。あ、いや、俺これいくよ、マジじゃ、うん、他任せた、トマトもマジ任せた、それは。じゃあ、え、クリエイターさん何人分食べたかっていうのもあるからね。おい、無理よ、そんな。おっちゃん、俺でしょ、今のところ。とりあえず、なし、めっちゃ辛い、うん、あ、うまい、そんな、怖い、怖い。アメさん、どうでした。いや、待てよ、見たかった。うん、マジマジカレー、ちょっといい、ちょっといい、隣お肉性で、マジで隣お肉性。俺もニンニクと納豆お肉性、こいつマジで。お肉性やっぱダメ。俺ってあれだよね、ショートあれだよね、社交大会出るらしい。最悪やお前。マジでマジでちゃんとマトリちゃんでさ、いろいろやったじゃん、カメラ丼とか、やるんだ、カメラ丼。ヨウダ君、伝えたい、伝えたい。永遠に。グッズ2段目発売中、詳細は概要欄から。殺しとけ、うん、これ、なんか来たんじゃん。来ましたー、はい、何ですか、それは。これ、梨でー。おいー、俺ー、俺もー。え、うまそう、梨めんどく。うん、これ、ナタンだよ、ナタン。おい、どうだ。皮がある。めっちゃ皮ある。おい、皮ある。
うちの親とかうまかったんだよ、ね、親って呼べんだな、ギルフが感じてほしいからね。うまっ、親のありがたみ、うん、あ、うまっ。え、待って、余裕じゃね、うん、あとそっちないから。カレーと二郎です。とチャーハンがあります。え、ちなみにチャーハン俺もう食えない。これ、俺これでも、これも俺カレー寄ったからね。でもカレー行くよ。チャーハンはで、ジロー？ジローは食うよ。で、チャーハンは？おぉー、ちげえだろ。なんで俺が分散入ってるよ。西なめ、ちゃうちゃうちゃう、お前ら。いや、俺こうやって交換する。これも、これもチャーハンだよ、チャーハンと。え、ちなみにチャーハン450g。 バカでくれ。あれ、お願いします、お願いします。超辛い、お願いします。あ、本当に俺辛いわ、これ辛いよね。まあね、食えなくなっちゃってもそれはそれでさ、問題だから。これね、半分やばいって。いや、辛すぎるのマジ無理だからね。お前調子いいんだよ、マジ食べたら。かき合わせろ。うん、あ、かるね、これ全然入れたいよ、これ。うん、多分大丈夫。ちょっと本気出すの見えなかった。完成、こんな感じ。いい感じだよ。ね、よし、行きましょう。よし、よし、はい、出す。熱い熱い、でもライバーの手で取ります。バカ野郎。そういうこと。あ、うまそう。え、これ全部でしょ。これ全部です。誰か。じゃんけん。一回じゃんけん。一回どこにね。え、うまそう。いや、そしたらこれ無理やった。これも俺デザイン。あ、おとおいじゃんけん、じゃんけん、ぽい。いやー、やられた。あ、食いたかったな。あ、じゃあこれ。まず、これいった場合はカレーはなしにして。そういうの、あ、それで見えた。お前、ケイス君にしてるよ。行くわ。おとおいじゃんけん、じゃんけん、ぽい。絶対勝つ。ショータロウだ。ここあれです、シンクに。で、このまま捨てちゃってこれ。出せよ。すぐだから、ショータって言わねえ。お前、フライパンになってる俺の。やばい、辛すぎ。だって、辛いこれ。辛い？辛いこれ。ふざけんなよ。あー、辛い。やっばいこれ。やばい。めっちゃ辛いこれ、めっちゃ辛いこれ。マジでこんなん食ってると思ったら考えらんねえわ。カニャすげえんだやっぱ。いや、女性が辛いのやっぱ好きなんだ、すごいね。バカカレーも辛ラーメンも、うん、エンソさん、いつもだって切れながら3人が食ってると思う。強っ。だいぶストレス溜まってんな。あ、マジでこっちゃんのトマト神。あと50個あってもいいわ。マジ買ってみようか。いらない。You have to move on。トマト50個あってもいいわって言った後のさ、ゴーフとショウタのさ、じゃあ買ってこようか、いらないのさ、会話が終わらないでゼロすぎて思うのに。あと50個あってもいいわ。マジ買ってこようか。いらない。だから俺何も生まれないから、あの何も入んなかったもん、会話しなかった。買ってこうかも、まずボケのレベルもキモいし、まずいらないもん。はい、皆さん、カレー、うん、カレーと砂肝になります。え、砂肝か。ももかちゃんです。あ、そうだ、ももかちゃん。で、これがケースか。ケースケース。はい、ケースやるんか。トマトある。サイドメニュー、辛いとかない、これ。サイドメニュー、辛いとか。あ、辛いとあってね。食っちゃった。俺食った。つなぎもあるよ。おお、つなぎもある。いい、無理無理無理。じゃあ、行きます。ゴーキー、あの B でもお願いします。中山きんくん、絶対。レレレレ。ガチで無理。どこだっていいんだよ、言えるの。はい、入れるなら入れる、入れるなら入れねえ。いつまえるよ。ここからのつなぎの、つなぎもの移動はできません。つなぎの辛ラーメン。でんでん。お前、辛ラーメンも食うんじゃねえ。ふざけんな、バカだよ。え、豚ラーメンショートいけんの。うん、いけるよ。こいつガチ強くね。ガチ負け込んだよ、こいつ。お前だよ、お前だよ。並んでる顔してな。いや、俺さ、いや、言うてないの食ってるの見たもん。ほぼずっとこれ変わってる。え、バカだよ、俺梨一人で一個食ってる。すげえ、じゃあ口になるかなって言うのなんねん。なる、梨で、梨になるよ。俺、辛ラーメンが本当に爆笑してる。爆笑してる。いやいやしてるぐらい。いや、いつも今日です。今日きついかもな。え、ナオショーってそんなにショックだわ。俺が憧れて追いかけた背中じゃないよ、お前。ほぼ俺らと変わんないもん。ね、仲間。仲間に入る。なんて言うんだろうね。なんか違うよね。何？思い返してた未来と。
お前がやつちょっと違う。どういうんだって逆に。俺のお前ら。お前らの分も俺らが食っちゃうぐらいのスタンスでいました。意外に食えないってことしたの、やばいね。過信してた。で自分たちのもう見てこの人だよ。全然進んでないもん。だからお前ら過信ラウンドで食うよ。ヒーローまた食う。ちょ待って、押し込めるちょ待って、ちょあ俺もうマジモード入っていい。お前あるね。マジモード入ってよ。もう無心でくわ。無心無心だ。無心だ。今日頼む。ヒーローまた食べてる。もう何もいられん。なんで、豚鍋ショットいけるの？いけるよ。こいつガチ強くね。なんで負けもんだこいつ。ね、このショットはやばくない？整理させて。残ってるのが翔太の豚ラーメンとトマト、ナオのうまい棒10本、ゴーキの辛ラーメンと砂肝とバナナオールね。バナナオールよ。大食いって腹いっぱいなんだから笑顔になっちゃうんだな、自然に。ギラになってね。じゃあなんないよ、別に。何やっと今、もろく、うん、で逆にじゃあ超つまんないギャグやろ、うん、で笑わなきゃいけないから、うん、笑わせんな。出ろ。はい、おもろいわ。いきます。おもろくない。お前のそういうもの入ってるだけ。できるだけおもろくないものでね。絶対笑わないようにするけど、ガッツこのおもろかりだったら絶対ハッピーターン。マジきつくね。バカきて。なお食ってやれよ。絶対これ作るんだ。じゃあちょっとこれ作る。うまいやつ。無理、俺うまいとか食えない。そもそもじゃあ砂肝は。砂肝は飽きるからやっとね。はい、つた。今おめえを救おうとしたのに、おめえが親のしつけでお腹いっぱいの時には先食べるなって言われてるから。うるせえ、早く食え。もう無理です。もう無理です。そう、そうだ、おもろ。なんかやってもらうのごめん。ヒーにやってもらおう、うん、だからもうじゃあ食った方がいいと思う人選ぼっか。俺でおその2人、俺らが選んだ2人で半分も半分で一回言ってみ。ヒーヨシ君的に食えそうな。いや、普通にヒーってなしな。オッケー、一人行きます。せーの、豪気なお。お前は。俺もギブアップ。いや、このショートはマジで食えない。いや、3人でケツ拭こう、ショータの。あそう。めっちゃ汚そう、ケツ拭いたらね。リアルなケツじゃねえよ。いや、マジもう無理。俺はもう無理。うわぁ。腹きつすぎた。俺は食いたかったよ。いけんじゃんな、これ、やっぱり。誰こいつ。行ったな。俺行ったよ。俺行った。嘘つきな。もし俺が勝ったら、俺何を流したならお願いしてたよ。な、無理ですって。いや、お前が食ってるよ。俺は、覚悟決めていったんだよ。いや、お前嘘だったね。覚悟決めたんで、うん、下からも、上からも出そう。いいよ。動き臭い。遊んでる。遊んでる。遊ぶ余裕があるんだ。食べられるっすか。うん。ということで、感謝です。お疲れ。今回は22です。22名の YouTuber さんをクリアできたということで、はい、まあ、次それ以上目指しましょう。よし君ヒーフィンどうだって見てていけそう。これを4人の中の1人で自分入るんだったら無理だったよ、それは。いや、次からだったらさ、ここ4人プラスどっちかとかさ、2人とかになるわけじゃん。意気込み的なのは欲しいよ。もう俺ら今辛い状態でまたやんなきゃいけないとかってなる。それこそ次あれで明日やるワンコそばでまた決めればいいんじゃない。ランキングね。明日のそばでワンコそばで、うん、確定しますから。そう、まあ、ちょっとじゃあ後でジャスティさんが本気の順位がね出るからね。そうだ、確かに。ぜひちょっと視聴者さん、ちょっとそれも楽しみにしててください。はい、という感じで改めましてこの動画面白いと思ったら、本当にチャンネル登録、高評価、コメント本当によろしくお願いします。それでは次の動画でバイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとうございます。まずは YouTuber さん、たくさんの食べ物入れていただきありがとうございました。めちゃくちゃきつかったけどお腹いっぱい食べれたので良しとしましょう。これからも面白い動画届けていくので楽しみに待っていてください。それでは次回の動画でバイバーイ。